ハロー、セブン弁当。で、今日もセブンイレブン弁当のレビューをやってみたいと思います。はい、今日はこいつですね。満腹カレーチャーハン&チキン南蛮。これ600円しますよ。600円。弓道前にこんな贅沢をしてもよろしいんでしょうか。よろしいかな。よろしいと思う。はい、こんな感じですね。じゃあちょっとどんなもんが入ってるか見ましょうか。まずカレーチャーハンですな。そんなパラパラしてません。まあレンジでチンするので。漬物です。漬物に何じゃ、あーなんか、あーチキン南蛮か。チキン南蛮にタルタルソースが、そしてスパゲッティが、はい、こうなっております。 1,2,3 3つですね。おかずらしきものは3つです。それとカレーチャーハンと、以上ですね。それじゃあいただきます。このカレーがね、カレーチャーハンがね、うん、悪くないですね。はい、こんな感じですね。カレーチャーハンがね、うん、ピリ辛ですな。後から来る辛さですね。うん、ご飯粒が小さいな。これ国産米なのかな。ちょっとわかんないですね。ちょっと国産米かどうかわかりませんな。ああ、国産の米使用で書いてありますな。国産米にしや、なんか米がご飯粒が細長いなと。細長いのがね、昔カルフォルニア米であったんですけどね。この悪いけどね、カルフォルニア米がね、まあ食べれませんわ。あれはね、食べれませんわ。パサパサして、タイ米とかね、なんかパサパサして味がないというか、やっぱ日本人は日本の米が合ってますよ。はい、じゃあチキン南蛮ちょっと言ってみましょうかね。うん、柔らかいです。うん、柔らかく甘いですね。うん、美味しいです。このカレーの辛さとチキン南蛮の甘さで余計に甘く感じます。あとこれ漬物ですな。まあなんていうんですか、福チン漬けみたいな感じですね。とスパゲッティもね、これそこにあってね、取りにくいですわ。これチキン南蛮を先にやっつけないとなかなか食べにくいという。うん、スパゲッティにこのタルタルソースがついて、どういう味になるのかなと。スパゲッティはね、トマトケチャップの味が濃いです。トマトケチャップの味が濃い。
まあ悪いこともないんですけどね、トマトケチャップの味が濃い。まあこんなもんなんですかね。カレーチャーハンはね、美味しいですよ。ピリ辛して。ピリ辛するので、やっぱしね、喉が開きますわ。はい。で、皆さん、3連休ですよ。3連休どっか行かれましたか？お仕事の方はご苦労様です。お休みの方はエンジョイして楽しみましょう。山口県地方はね、すごくいい天気ですよ。ほんと秋の行楽日和というか、風があるとね涼しいですね。で、千葉県の方、台風の被害お見舞い申し上げます。ほんと台風ってね、なかなか関東の方では経験、今まではなかったのかもしれませんけれども、やはりですね、一度も来なかったということはないと思うんですよね。一度も台風が来なかったということはね、ないと思うんですわ。そして今こんなにメディアが発達してるわけじゃないですか。なのでね、九州山口には本当毎年のごとく来るんですけれども、でやはりですね、他のそういう情報を聞いて、もし自分のとこはに来そうだったら、なるべく被害に遭わないように、なんか家の外の飛ばないものじゃない、家の外の飛びそうなものを家の中に入れるだとか、で、雨戸をしっかりと閉めるだとか、で、今から家を建てられる方はですね、屋根瓦が飛ばないように、多くの瓦が、飛んでいる風景を見ましたけれども、この辺の、私、山口なんですけれども、この辺の住宅ってね、全部瓦止めをしてますよ。瓦は飛ばないように。なのでね、ほんと50メーターの風が吹いてもね、そんなに飛ぶような家はないですな。ほんと最近の家はね、この辺で建てる家というのは、もう瓦がね、もう、飛ばないようにしてますよね。うちもね、瓦がね、十数年前に何枚か剥がれましたので、瓦が飛ばないようにね、接着剤で引き付けております。はい。コーキングっちゅうやつですかね、あれでしっかりと。あれ以来、少々の風でも吹っ飛びませんね。もう60メーター、70メーターだったら、多分屋根ごと吹っ飛ぶんじゃないかと思います。なのでね、40〜50メーターぐらいだったら、飛ばないのかなと。わかりませんけどね、それは。なのでね、これから住宅とか考えている人はですね、ぜひともね、鉄筋コンクリートがいいですよ。私もね、鉄筋コンクリートにしたかったんですけどね、予算がなかったので、諦めましたけれども。できる限りなら、風で飛ばされないような屋根と、あと雨戸ですよね。少々の風でもぶっ飛ばないような、瓦がぶつかっても大丈夫のようなシャッターがあるじゃないですか。雨戸シャッターが。そういうのがね、いいですよ。私もやりたいんですけどね。ちょっと、お金がないので。お金がないので。その時にはしょうがないかなと。
思ってますけど、はい、うんと一日も早く復興されることを願っております。なのでね、もうそんなあの台風を経験されたので、もうね毎年やってきますよ、あの程度の台風でしたら。沖縄だとか奄美諸島はしょっちゅうですからね、あんな風は。なのでね、本当これからはね、日本全国どこから上陸してくるか分かりませんので、西日本だけではありませんので、このように今回関東の方に上陸しましたけれども、本当今までは30メーターとかの小さい風だったかもしれませんけども、もうねそんな時代中かね、そんなんじゃないですよ。もうね50メーター60メーターの風はね当たり前ですよ。なので本当防災対策というのをしっかりとしていってもらえたらなと思います。ちょっとあの弁当レビューとはちょっとまた変な方向に話がそれましたけれども、セブンイレブンの弁当美味しいです。早く食べないと冷めるので、今から一生懸命食べます。それでは以上、現場から小柳がお送りしました。